質問にお答えいただく関取は大関琴櫻、幕内若松、幕内堂前場、幕内宇良の4名でございます。本日ご来場いただいているお客様の中で関取に質問したい方がいらっしゃいましたら、その場で挙手をお願いします。ではまずは東側にお座りのお客様で、関取に質問したい方がいらっしゃいましたら、しますか、関取に質問。あ、では、はい、お願いします。花形
優しくて熱心な人が好きです。まず自分より身長が低くて、で毎日帰るとパパ大好きって言ってくれる娘が一番のタイプです。皆さん一緒でよろしいでしょうか。しこ名も、あ、はい、しこ名の呼びかけもそれぞれです。ありがとうございます。今日はありがとうございます。大阪場所は抽選が当たったら行っておりますので、またお会いできたらと思います。質問ですが、愛してやまない力士の方はどなたですか。されたんですけど、出羽早手関が好きです、高校の先輩でもある大関、後藤桜関が愛してもらいます。ちょっと引退しないと思うそうなんですけど、福の里さんっていう相撲さんが大好きで、今この場にいるのでぜひ立ち上がっていただいて、皆さんよろしかったら拍手をよろしくお願いします。僕の推薦ですけど、それで昨日は嬉しくて3時間ぐらいしか寝れてなくて、いつも6時間ぐらい寝てるんですけども、関取皆さんはだいたい睡眠時間は何時間ぐらいですか。9時に寝て6時に起きます。だいたい7時間ぐらいです。12時に寝て6時ぐらいに起きます。でも8時間ぐらいだと思います。ありがとうございます。あ、こんにちは。皆さん、大相撲に入ったからには、大関横綱を目指してると思うんですけど、その決意みたいなのを聞かせてください。勝ちたい気持ちで頑張ってます。小さい頃からの夢目指して頑張ってます。先代で祖父である
最後に、お客様と、記念写真ということで各方面を。